はい、皆さんこんばんは、ギタリストのヒカルでございます。いつも動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。で、早速なんですけども、今回の、この曲弾いてみたはですね、今から31年前に私、コピーバンドをしてたんですけども、今回はですね XJAPAN からですね、ファーストアルバムのパニッシングラブからですね、違うパニッシングビジョンから、パニッシングラブを、演奏してみましたので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。 XJAPAN はですね、テンポが速いので非常にギターのこの刻みもですね非常に大変なんですけども、さらにね、曲も長いので大体8分くらいとかあるので非常にちょっと辛かったんですけども、最後まで、頑張ってね聴いてみましたので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。で、私ですね、動画のアップもいろいろしてるんですけども、週に1回ですね YouTube の方でライブ配信の方をしておりまして、一応定期的にという定例の曜日はですねヒカルチャンネルのヒカちゃんということで、一応火曜日にちょっと合わせてやっております。で、時間帯的にはですね、だいたい9時半から始まることが多いので、9時半からだいたい遅くても12時半くらいまでのだいたい3時間ですね、XJAPAN であったりラードネスであったりイングエであったり、トニーマカパインであったり、あとまあいろいろ、ホワイトスネークだとか、他いろいろたくさんコピーしているので、ライブ配信で練習しているので、ぜひ時間がある方はそちらの方にも遊びに来ていただければ嬉しいかなと思いますので、ぜひお待ちしております。はい、それではですね、今回バニシングラブ頑張って弾いてみましたので、早速見ていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。